どうも、ハイチです。今回はこちらですね。テストがあったと。で、まあ夏休み頑張ってきたんですけど、今までで一番頑張ってきたと。だから一番テストいいはずだったのに、結果が出なかったっていう方のね、相談をたくさんいただいてますので、これについて答えていきます。では、早速ね、話していきましょう。で、今回はですね、ベストな答えが別にわかりません。自分には。で、どういうことかっていうと、今回はもう本当自分が思ってること、で、塾講師時代にも自分の生徒たくさんこういう悩みを持ってて、その生徒たちにもたくさん話してきたことを話すっていう感じです。だから、まあ、見てくれてるみんなの中で受け取ってね、自分が言ったことを受け取って、イラッとする方もいるかもしれない。でもそれを覚悟の上でちょっと自分の本心を話していきますので、まあ、ぜひ聞いてみてください。で、まず、大前提としてすごく伝えたいことがある。まあ、多分一番伝えたいのが今回これになるんですけど、それは、諦めるなよっていうのが一番です。メールとかリポを読ませてもらってて、もうなんか頑張っても意味ないじゃないですか、みたいな。あんだけ頑張ったのに、みたいな。中1、中2の時私こんなサボってたのに、中3ですごい頑張ったと。頑張ったのにテスト伸びないって。もうやっても意味ないっすよね、みたいな。ニュアンスのメールがすごく多いです。もう諦めて。まあ、そのメールをもらって、励ましてほしいってのは分かってるんだよ。分かってるんだけど、でもまあ、メールの文面だけ読み取ったらそういうニュアンスになってると。でも個人的に思うのは、例えばこれ勉強だけではなくって、スポーツとかもそうなんですけど、練習したもの、まあ勉強はね、勉強量になるけどさ、スポーツでも練習したものがさ、全部試合とかテストで全部発揮できるなんて保証さらさらないじゃないですか。だって、まあ例えばちょっと大きくなるけど、4年に1回のオリンピック、オリンピックに選ばれた選手、4年間練習したことが試合で発揮できるかどうかだってわかんないんだよ。4年間もやってきたのに準備。それを、例えば夏休みっていう1ヶ月ぐらいの期間のものが出るかどうかは分からないじゃないですか。けれど、忘れちゃいけないのは、その努力したものは無駄じゃないんだよ。努力したのにテストが伸びなかった。だからこの努力が無駄でしたよねっていうニュアンスをしてるから、そうじゃないんだって。人には伸びるタイミングがあるの。早く勉強してね、早く伸びていく方もいれば、最初全然伸びない。でも急に伸びていくタイプ。これいっぱいあります。個人によって。これは自分自身もそうだったし、いろんな生徒を見てきて、それわかるんだよ。タイプで違うんだって。だから、今回テストが伸びなかったと、成果が出なかったって人、もちろんそれが受験までに間に合うかどうかの不安は出てくる。そこはあるけど。でも人はそれは置いといて、その前にやってきたことは無駄じゃない。それをここで終わってしまったら無駄になるんだって、この努力は。いいかい？ここまで努力をしました。でもみんなが伸びるタイミングがもうちょっと先なのかもしれない。だからこう今ね、低迷してると、まだ伸びないと。でもそれを継続してやってったら急にポンって伸びる子がいるんだって。あとは一番大事な、一番言ってるけど、大事なことは自分が伸びるぞって。絶対後で伸びるからって信じれるかどうかなんだって、自分の可能性を。でもそこが難しい。特に中学生は。初めての受験の子はやっぱり厳しいです。どうしても頑張ったものがさ、成果として出ないって辛いんだよ。これは大人でもそうだって。こんだけ準備したのに、そう、成果として出ない。まあ、YouTuber、俺はまあ思わないけど、YouTuber の方だったらこんだけ準備して動画撮ったのに、評価が悪かったりとか、再生数が伸びなかったりとか、そういうね、成果が出ないことがたくさんあると思うんだよね。そう。だから大人でもやっぱそう。だけど、やっぱりそこで諦めちゃったら意味がなくなる。でももしやるとしたら、もしかしたら努力の仕方がちょっとずれてたかもしれない。そしたらいろんな方に相談して、無駄だったんですよねって、ダメでしたよね、私じゃなくって、こういう風にやってきましたって。じゃあ、この後、ちょっと方向転換する必要ありますかねって。それは身近な人に相談したらいいと思うんだよ。信頼性でできる先生がいるんだったらね。うん。もちろんその勉強の仕方っていうのは修正する必要があることもある。確かに。やり方がね、ちょっと効率悪いよね、そのやり方なんてこともあるからさ。けれど、やっぱやってきたことが無駄になることなんて絶対ない。無駄になるかどうかは自分次第だから、無駄にしようと思ったら無駄にできるんだって、努力は。そう。だからね、それをすごい伝えたかった、今回。そう。でも、いつも言うように、受験とか、勝負事って、まあ、受験を勝負事っていう表現するのは良くないかもしれないけど、勝負事には勝ち負けがあるの。勝敗がつくの。もちろん受験にね、落ちることが負けとは思わないよ。受験に受かって志望校行ったってその先で、まあ、負けというか、もうぐだぐだな人生を送る方がたくさんいるわけだし、志望校に落ちたぐらいで人生が終わるわけでもない。志望校に落ちたとしてもそこで輝いていくもたくさん見てきてるから。いい？高校、大学で進学した後にね。その就活の、就職の後もそうだけど。だからそこで決まるわけではないんだけど、やっぱり勝負ごとに絶対はないので、
だからどんなに A 判定、E 判定を取ってても落ちる子はいるの。E 判定とかって受かりにくいよ、もう厳しいよって言われても受かる子もいるの。それが受験だから勝負事なの、それが。だから確かにさっき言ったように自分の勉強方法をやってて、その伸びるタイミングはいつなのって、それはわからないです。俺今、俺は予言者じゃないから言えないけど、みんなのことを。けれど人には伸びるタイミングが決まってる、基本的には。それが今回追いつかなかっただけだって、それを信じてるかどうかがすごく大事になるので、ぜひね、諦めないでください。特に頑張ってきた子はもったいないって、この夏休み頑張ったことは。そう、今もうちょっとで9月になります。まあ受験がみんなね、まあセンターの子は1月なんであれですけど、まあ多分高校受験とか2月3月なのかな。まあ地域によって違うとは思うけどさ、9、10、11、12、1、2、2月だとしてもあと半年です。長いね。長く感じるかもしんない。長く感じるかもしんないけど、冬休みぐらいになった時にあっという間だから。あれって、9、10、11、12。あれもう4ヶ月経ったのあれからみたいな。え、あと受験1ヶ月ちょっとしかないんだけどみたいな。風になってく。いい？長く感じるかもしれないけど、あっという間で過ぎてしまえば。だから、自分が伸びるっていう。ちゃんと伸びて、そして、できれば、いつも言うけど、合格した姿、受かった姿、高校に通ってる姿、あのかね、自分が着たかった制服を着てる姿、それを想像して、頑張ってね、辛い気持ち、もうね、伸びない気持ちはすぐ辛いんだよ。辛い気持ちでもそれを踏ん張って。で、今日また頑張ってください。その頑張って頑張って、毎日頑張ってくってね、そのどっかで、ポンって伸びるタイミングが出てくるから、ぜひね、ほんと毎回そんなことしか言えないんですけど、そういう風に、こんな飲んだら伸びていく子をたくさん見てきたので、なので自分の可能性を信じてね、ぜひ頑張ってください。そしてもう一個大事なことは、テスト、模試ありますよね。で、まあ、もちろん今喋ったことをまだ経験されてない方もいると思います。けれど、これから経験するかもしれない。頑張ってきたのに伸びない。今まで伸びてたのに急に落ちる。絶対出てきます、こういうことが。で、そうした時に大事なのは、凹むのではなくって、そっから今何をするべきか、このテストとか模試をね、分析して、どっから勉強するべきなのかっていうのをしっかり掴んでください。もちろん、そのね、テストの偏差値とか出ると、それを高校の説明会とかに持っていく地域もあるでしょう。そのために受けてるってもあると思います。けれど、それを置いといて、まず大事なことは、今自分が何が弱いのかっていうのを見つけるためにやってるの。みんなが今まで頑張ってきた単元、そこが出なかっただけかもしれないじゃん。だから運が悪かったかもしれない。でもそれが受験当日に来てしまったら運が悪かったでは済まないから、自分が弱い単元どこなのかな。まあね、それが一つじゃないと思うんだよ。いっぱい出てくる、あれもこれもって、どっからやればいいのってなるかもしれない。でもそっからじゃあ一個一個やるしかないんだよ。うちらは機械じゃないから、打ち込んだデータを保存できるわけじゃないんだよ。すぐには伸びない。だからまずこっからやろうって決めて一個ずつ潰していくの、苦手なところをね。いいかい、そうやって一歩一歩やるしかないから、そうやってぜひ伸びてってください。で、ぜひグッて伸びるタイミング、ここが来るまで粘り強く粘り強く勉強して、で、志望校に受かってください。それをね、心から願っております。はい、ということで今回もね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。